はい、いつもありがとうございます。今、7時8分です。19時8分ですね。ジョンソンさんのパーソナルブレイクのベストオブ終わった後です。BGB の今切れサッカー61回目になります。はい。昨日ね、60回目の時、NS さんが、再開になってしまって、今回ね、ちょっと受注を待っておりまして、やはり、NS さんご注文いただけたので、ワンスポね。で、L はラッキースポットの略です。はい。で、最後に、NOK さんが一つ入っていただいて、60回目完売となりました。ありがとうございます。で、62回目も、もう4スポ入っておりますんで、62回目もぜひ、またよろしくお願いします。はい。じゃあ、抽選いきます。いつもと同じくお客様のハンドルネームを、ランダマイズにかけてドラフト順位を決定します。はい。で、回数はこちらのサイコロですね。足した合計ランダマイズします。1と1の2は振り直しです。はい、じゃあ行きます。ほい。あ、出ちゃったけど、あ、はい。1と1ですね。ゾロ目なんで振り直します。はい、行きまーす。ほい。はい。1と5で6ですね。はい、6回抽選です。6回抽選いきます。1 2 3 4 5で次6回目、せーの、ポチ。はい、ドラフト1位は TSK さんです。ドラフト1位は TSK さん、おめでとうございます。久々の1位かと思われます、 TSK さん。はい、この間ね、いつか下があれば上もありますよとメールね、下して2週間ぐらい経ちますかおめでとうございます。ドラフト1位は TSK さん、はい、おめでとうございます。ドラフト2位 DK さん、ドラフト3位と4位が SAZ さん、ドラフト5位がレッツさん、ドラフト6位 LFC さん、ドラフト7位が、NS さんのラッキースポットです。ラッキーセブンじゃないですけど、まあ7でね、はい、ラッキースポットで7位でした。ドラフト8位 YG1 さん、はい、ドラフト9位が DK さん、ドラフト10位 NS さん、ドラフト11位 CFN さん、ドラフト12位 SFC さん、ドラフト13位 DK さん、ドラフト14位 NOK さん、ドラフト15位 KSR2 さんで、ラッキースポットは SAZ さんですね。SAZ さんは合計3スポ今回ですよね。で、一つが、ああ、でもまあ、3位と4位と16位でラッキースポットだったら、まあ、金額ベースで考えれば OK なんじゃないでしょうかね。はい。次回62回目の時、ワンスポでもご注文いただければ、一つ増えますんで、はい。よろしくお願いいたします。はい、じゃあこちら、ね。いつもと変わらずイマキュレでございます。よいしょ。はい。じゃあ中から小箱を取り出します。本当でも TSK さん1位久しぶりですね。 MLB ものもたまにちょいちょいね参加されてますけど、よかったっすね。よいしょ、よいしょ。カードの画像は今日ね、なるべく帰る前までにはアップします。そのために今日はちょっと早めにスタートを開始したので、多分レボリューションのバスケットボールを3回やっても写真撮って12時までには店長は出れるんじゃないかと思います。多分大丈夫じゃないかと思いますんで、なので、画像のアップはちょっと12時近くなってしまうと思いますけどね、よろしくお願いします。なるべく店長も頑張ってやります。
よいしょ。はい。じゃあ、これからね、行きましょうか。はい。じゃあ、61回目のイマキュレートです。サッカーですね。はい。よろしくお願いします。はい。まずは、誰だ？ルリッチさん。ボスニアかな？ 10-75 ですね。ジャージナンバーではないですね。よいしょ。はい。はい。ちょっと暑いのありますね。はい、ルリッチさん。お、次いいですね。お、場所もいい。クリロナ入りのトリプルパッチで、クリロナは多分これ名前でしょうね。ロナウドの N かな。で、次。ね、モーチーニはこれポルトガルの、ね、エンブレムのところですね。で、ペペちゃんはこれはペペちゃんの中だと思います。はい、トリプルパッチで 5-10 です。10枚限定5番。これいいですね。これちょっと上かな。まあ、100ドルオーバーはするでしょうね。で、次はカシージャスのジャージ 30-49。次もパッチです。クリフォブヤク 27-35 パリ・サンジェルマン。で、これですね、熱いのね。モーチーニのシューズだ。でも 25-25。すごい。エナメル質のとこですね。なんかね、ゴルフボールみたいなディンプルの感じですね。なかなか面白い部分です。はい。ポルトガル。お、次もいいです。はい。フリットのシールオートですけど、1-20でちゃんと枠に収まってる。はみ出てないですね。これはいいですね。結構はみ出ますかね。フリット。はい。これもいいですね。1-20。で、一箱目の一番下は、レナートくん。16-60。あ、ジャーナンだ。16。ポルトガルの16番。これいいですね。セレブレーションですしね。こうやってますね。やってますよ、こうやって。はい。セレブレーションシグネチャーサンチェス。これもまあ全然ありだと思います。ね、キミヒとかね。サンチェスとラッシュフォード。まあラッシュフォードが一番上かな。で、キミヒで、レナートくんかな。という感じでしょうかね。はい。2箱目です。はい。まず、レバンドフ、64-75。はい、よいしょ。はい、はい、まずレワンドフで、2枚目はこれは通常ですね。でもハメスとバッカとスピナのコロンビア3人 45-60。 はい、ハメス2カラーですけどこれ通常です。どっかの、ね、まあ、2色になってるだけという感じですね。どこでしょうね。でもね、この色的にはここなんですけどね。コロンビアのね。うん。少ないとこかも。はい。おう。おう、ビアルだ。おう、いいっすね、これ。おう、次もすごい。これ、え？バイエルン。ん？バイエルン。ん？なんだろう。どこだろう。わかります？あ、こっちですかね。うん、クラブの名前の方なのかなと思います。縦長の、まあ、ジャンボパッチというか、まあ、パッチですけどね。10-10ですから、パッチです。ただね、場所的に面白い部分ですね。ドーンと入ってます。ミュンヘン、ミュンヘン。うん、まあ、はい、そんな感じだと思います。はい、次もいいです。これもソロのパッチですけど、ジョーハートの3ライオンのとこです。13-25。ね、お花もあります。いいですね。ライオンくんのお手手とお花がここにあります。で、次のライオンくんのこのね、はい、絡んでますね。いいですね。13-25、こっ
これも全然ありですね。で、こっからサインで、まず、ビーズリー。これアメリカ、13-35。はい。で、2枚目は、ヒストリカルですね。72-75。イングランドのアンディ・コール。まあ、これも全然、まあ、ね、中盤ぐらいで取れれば OK なんじゃないでしょうかね。うん。多分中盤ぐらいで取られるんじゃないかと。で、一番下も全然 OK です。ギグスの25シリです。8-25。いいですね。ヒストリカルシ。全然ありです。はい。もう2箱目で店長が弾いたのが5枚あります。よいしょ。で、これが3箱目。まずコケさん70-75。よいしょ。はい、まずコケさん。で、2枚目はベラッティのダブルジャージ37-49。3枚目はモドリッチですね。26-49。これはレアル。で、次、パッチ。ベンテケ君、20-25。ベンテケ君はベルギー。で、レデンプションです。お!パッチ、オートのジャージナンバーということで、バーディーは ?9 番だったかな?アセテートになってるやつだと思われます。パッチオートでもね、紙の方をね、紙の方と、ジャージナンバー分の方、ジャージナンバー分の方は表面がアセテートになって写真は同じです。ね。昨日プリちゃん出たでしょ。あれね、アセテートと紙があって、昨日は紙の方なんですね。で、同じ10、4-10がね、なんか eBay に出てたってお客さん聞いたんですけどね。同じカードじゃないですよ。ね。はい。バーディーのジャージナンバー分のオートパッチです。背番号ちょっとね、定かじゃないんでね、店長バーディーファンではないんでね。ちょっとわかんないですけど、まあ、一桁か十何番とかじゃないですかね。はい、その分しかないカードです。ね。これも上ですよね。上ですよね、とりあえずね。はい、で、ドスサントスの、34-35。これメキシコ。で、3個目ラストはクルトワの10-60のオートパッチです。まあ、これがアセテートになると、ジャージナンバー分ということで、もしクルトワのが、存在するとしたら、ワンオブワンということですね。はい。まあ、昨日はそれがプリちゃんだったので、10シリなんですよ。ただ、10シリは金のオートパッチと同じ枚数、ジャージナンバー分も10ですからね。まあ、勘違いされたお客様もいたようですね。はい。はい。で、4箱目。ボナベンチュラさんですね。36-75。ジアコモさん?ジアコモさんつうの?いや、ちょっとわかんないですね。なんかスーツのメーカーっぽそう。かっこいいですね。シーミラン。はい。よいしょ。はい。ね。ジアコモさん。で、ハリケーンですね。43-49。で、ハットトリックが、ミューラーですね。19-49。これはドイツ。で、横型ジャンボのパッチで、ディエゴ・コスタ10-10ですね。はい、10シリ。で、3位はまず、ネベス。31-99。31-99。で、プレミアムパッチオートはクリホビアクですね。19-25です。これもアセテートになるとジャージナンバー分しかないんで、クリホビアクさんは10なんですよ。ただ、キーホロになるとこれが10シリになるんで、10シリのものが2つ存在するということですね。ただ、パラレルとジャージナンバー分しかないという形になります。
で、まあ、前菜がかなりね、良すぎたのか、プリちゃんでした。27-50 です。はい、プリッチ。ですね。はい、まあ、明らかに、ギグスとか、他のものがね、結構いいですからね。まあ、ギグス取りかな。どっちでしょうね。はい。で、これが5箱目です。よいしょ。チップチューさんですね。20-25 です。よいしょ。はい。真ん中ちょっと熱いのは、ブーツでしょうかね。で、2枚目は、ノチェリーの28-49。で、ラユーンですね。で、これがブーツで、マティッチさん。ネマンヤさん。ネマンジャさん。セルビアのマティッチさん。15-30 ですね。ジャージナンバー一番近い14っぽいですね。でもなんか非常に面白い部分ですね。革というか、紐というか。素材はこれ布っぽいですよね。ゴムじゃなさそうな感じ。ね、でも靴紐こんなね、長いっていうかね、幅ないですからね。はい、レイエスさん。で、次が、リドリーさんですね。あ、最後も結構良さげで締めました。はい、上ですね。店長的な上です。はい、シュマイケル。49-50 です。オールタイムグレイツオート。なので、レジェンドが結構良かったですね。ギグスも出ましたし、フリットの1番も出たし、シュマイケル。まあ、サインはプリちゃんだけど、パッチもジョーハートの3ライオンのところと、ブダルのいい部分もありましたね。はい。という感じです。なので、店長が上には、あと、あれね、バーディーのジャージナンバー分のオートパッチですね。はい。それもあります。で、クリロナのトリプルパッチもありましたからね。ポルトガル。うん。8個ぐらい上に、分けてあるということは、まあ、7位、8位ぐらいまではそこそこは取れるんじゃないかと思います。はい。じゃあ、62回目もぜひ、よろしくお願いいたします。で、今回ラッキースポットの SAZ さんは62回目ワンスポでもご注文いただけるとプラスワンスポットになりますのでぜひご注文ください。はい。ただ店頭在庫があともう3ケースぐらいしかなくてあと来週になってしまいますんでね。お正月はケースでも結構売れましたんで、ね、まだ買われたい、ケースで買われたい方も多いので在庫状況見ながらになりますんで、まあ62回目は開催することは決まっておりますので、ワンケース弾いてあります。はい。じゃあぜひ、皆さんもご注文いただけたらと思います。62回目は今4スポ埋まってあります。残り12ですね。で、SAZさんが1つでも入ると2つなんで、残りが10になります。はい。じゃあまた62回目でお会いしましょう。ありがとうございました。